よいしょ。よし。はい、皆さんこんにちは、トビです。今日はですね、1月の、はい、15日です。大会の1週間前になりました。ということで、久々にあの顔を出してね、こうやって話してるんですけども、1週間前のね、僕のあの練習っていうのを撮影していきたいなと思います。今日は昨日ちょっと140までにしたので、ちょっとフォーム練だけにしたので、今日は重たいものを持っていこうかなと思います。はい頑張っていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで皆さんこんにちは、トビです。いやー、1週間前になりましたまあこの動画出すのは多分月曜になるかなと思うので、もう5日前になるんですけども、まあその僕のね、オープンチャットとかインスタグラムをフォローしてくださってる方だとわかると思うんですけど、あとツイッター、あのですね、調子がバチクソにいい感じでございます。はい、まあ今回の動画でもね、一番オフにした次の日だったんで 202.5 まで持ったんですけども、過去最高じゃないですかね。多分僕が今までの大会で一番調子良かった大会が多分、デビュー戦の徳島での大会なんですよ。でもその時、まあその月曜日に多分渋谷さんのジム同じように行ったんですけど、コールもらっての190が若干渋かった。でまあ徳島の大会で190を決めて、で200が途中まで浮いてっていう感じだったんですけど、今回はね、200も押せてるし、そもそもで195をコールもらってできてるっていう状態なので、まあ徳島の時よりもシンプル5キロは強いかなっていう感じなので、なんで200差し切れなかったのが、もしかしたら差し切れんじゃないのかな的な、なんかあれはしてますけど、まあ、ちょっとまあ最後までね、何があるかわかんないので、調子を崩さず、このままね、逆に上げていくぞっていうぐらいの気持ちでやっていこうかなとも思ってるんですけども、いよいよ1週間です。いやー、ついにですね、はい、楽しみで楽しみでしょうがないです。いやー、2ヶ月半ぐらいの減量ももうそろそろ終わりっていうのと、あとは今回はちょっといろんなことがあったのでね、まあこれでね、大会しくったらちょっとどうしようもなんかなくなっちゃうんでね、まあ大会がね、無事に終わっていい成績残してからちょっと積もる話はしたいなとも思うんですけどもね、調子を落としたとこからなんとか戻せることができました。いやー、これもね、また皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。で、まあ、シンプルにそのフォームの話になるんですけど、なんか、おろしがゆっくりになったとか、なんかまあ、いろいろ変えたところがあるんですけどもね、そっちはですね、明日かな、その、メンバーシップの方で、どこをどう変えて、こんなに調子が良くなったのかとかを説明しようと思いますので、はい。よければぜひ皆さん入ってください。はい。で、まあ、変えたところは大きくっていうか、まあ、一つですね。肩甲骨の、意識というか、ポジショニングというか、扱い方というか、まあ、とりあえず肩甲骨を変えたっていうのと、あとなんかまあ、ブリッジと、その、やっぱ肩甲骨の角度と、あと下ろす軌道の角度とかが今はバチクソに合ってて、まあ、この感覚のまんま行きたいですね。本当に。この感覚のまんま、さらになんかそのパワーラインの台だったらもっと上がるのかなっていうイメージがあるので、もうちょっとね、ケツこの日はしっかりとこの横から取って、でケツの浮きとかを確認したいがためにシングレットを着てきたんでね、はい、シングレットを着て行ってるんですけども、これが200ですよ。これ多分ケツついてるんですよね。はい。いやー、軽かったですね。で、これが調子乗っての 202.5 ですかね。いい感じです、マジで。なんか、すべてが今、うまくはまってるっていうか、
本当にこの感覚を忘れたくないなーっていう感じです。でね、オフシーズン、まあ僕はもちろんこの大会である程度の記録を決めたいなとは思ってるんですけど、その先のね、世界大会とかでもっともっといい成績目指したいなーっていうことでね、ちょっとオフの練習とかもうすごい楽しみです。 202.5 がこんな感じに押せるようになったので、まあ、205がもうそろそろ見えてきたっていう感じなので、今年は本当に210ぐらい押したいなって思ってます。結構いけるんじゃないのかなっては思ってますね、正直なところ。なんかだいたい目標を僕決めるんですよ。例えばまあその1年後には何キロ持てるようになりたいとか、まあ、今年中に何キロ上げようとか、だいたいね、なんか今年中ってやるとだいたい半年ぐらいでクリアしてで半年ぐらいって決めると大体3ヶ月ぐらいでなんか上がるようになってるっていう、この僕のあれですよ、この人生というか経験上なので、まあ今年中になんか210キロ押したいなと思ってるんで、もしかしたら多分半年後ぐらいにはもう押してるかもわかんないですけどね。はい、今年の目標は210キロです。はい、なんかいける気がしてきました。なんかね、ベンチプレスが分かってきたじゃないですけど、ちょっと、あー、なるほどなっていうのが本当にあるので、そういう感覚っていうのをね、皆さんに共有できたらなと思いますので、はい。メンバーシップでね、後で動画作りたいなと思います。はい。なので、皆さん入ってください。あと、ね、前、前々回ぐらいの動画ですか？で、僕、パーソナルをしていますっていう話をしたんですけども、なんとありがたいことにですね、大会が終わってからのパーソナルの数が、異常に、まあ、そのご連絡をたくさんいただきまして、いや、本当にありがとうございます。あと、コーチングの話も、4件かな？で、大会が終わってから申し訳ないですけどっていう形で、大会が終わってからね、4名ほど、そのコーチングの、あれを始めたいなと思っております。本当にご連絡いただきありがとうございます。なのでね、まだまだそのコーチング枠ありますので、はい、大会が終わったらぜひ。で、やっぱね、僕が今一番調子いいっちゃ調子いい時なので、まあ大会終わってみないと分かんないですけどね。これで大会ズタボロだったら、おーいってなっちゃうんで、それだけはちょっとなくさないとなとは思ってるんですけど、やっぱ調子いい時の感覚っていうのもね、やっぱ皆さんにね、共有できればいいなとも本当に思ってますし、ね。なんか僕の中でまだ不確定要素がある中でね、なんか教えるっていうのも、なんかっていうのがあるので、だから本当にね、なんだろう、昔の動画とかあるじゃないですか。とね、今のやっぱりね、言ってることが、まあそれは皆さんも多分分かってるかなと思うんですけど、全然違うんで、そうなんですよね。だから前言ってたことと今やってることが、ちょっと若干違う部分があるのかなっていうのも、ありますし、肩甲骨の使い方とか動かし方とかも今と昔では全然変わってきてて、まあね、僕は結構フォームいじる方なので、本当になのでね、そういうところもね、前はこう教えてたんですけど今はもっとこうだよとかも共有していけたらなと思います。はい、でこれがですね、183発5セットですかね。180の3発5セットですよ。もうクリスマスぐらいですか、だから3、4週間前ぐらいは181発クソ粘ってたんで、いやー嬉しいですね。でこれもね、10かけ、まあこれ5セットなんですけど、今最近5セットでやってて、ちょっと疲労を残さず高重量をなるべく持ちたいっていうことで10かけ5をやってるんですけど、なんか肩甲骨のそのあれを変えてから一気に10発も軽くなりましたね。本当に腕全く使ってないじゃないですけど、その肩甲骨だけで動かしてるっていうイメージがあるので、いやバチバチにはまってますね。本当に全てが今噛み合ってるなっていう感じです。なのでこういう時の感覚っていうのをメモに起こしたり、まあ、動画でめちゃくちゃ撮って、いろんな角度から撮って僕は持ってるんですけど、あと最近気づいたんですけどね、やっぱね、ファイナルカットっていうその僕はアプリで編集やってるんですけど、編集してるとね、ほんと、0.01 秒ですか？コンマぐらいでなんか、その再生できるんですよ。なんで、それで自分自身のフォームを研究できるんで、
なんかどうしても写真とかの動画だとなんかいまいちじゃないですか、肘の動きとか。そういうのがね、これできるんで、わっ、ちょっと動画編集しててよかったなっていうYouTube やっててよかったなって思いますね。はい、ちゃんとなんかやっぱ 10×5 やってる最中でもケツがあんまり浮いてないっていうか、やっぱ肩甲骨の位置が決まるとやっぱケツも浮かねえなっていうのは前から思ってたんですけど、今それがバチバチに来てるんで、残り1週間本当に全力で頑張りたいなと思います。まあ疲労を抜きながら、あとまあ減量は調子いいんで、はい、駆け抜けたいなと思います。今年は過去最高の自分を見せれるかなと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またまた。